おお、なんかいるやんけ。ああ、いつ、あいつあれだ、おら俺とやろうっていうのかな。やべえ、2台は相手できねえ。クソガー、俺と勝負しようっつうのか。おいおい、一緒かかってこいよ。おい、おら俺と勝負じゃ、裁判じゃ。クソ、2台か。やつは捨ておけ。うーん、オッケーオッケー、もう死ねやろお前。雑魚が、やべ、3台だ。全員4輪車やんけ。ふざけんなよお前ら、お前らふざけんなよ。はぁ、視聴者け。わ、3台全員4輪やんけ。わぁ、やべ、うわぁ、来てしまった。これ戦車マップちゃん、嘘やろ。やるしかねえ、やるしかねえぞこれは。俺 VGO の動画撮影するつもりやったのに、うわぁ、戦車マップ来てしもうた。うわ、しかもこれあれやわ、ドイツ側やろ。あー、無誘導ミサイル使われへん。どうしよう、これちょっと喉の捨て振るのもったいないな。うー、迷う。とりあえずやるか、やってみよう。こっちまだアンロック完了してないよね。うおほほほほ。イギリス側ってあの四輪駆動の戦車じゃなかったですか。それのドイツ版ですね。こっちこっちはキャタピラやけど、多分これレベル4で無誘導なロケットはないとは思う。わ、でけー、T がでけえ。うわ、 T が2台おるやんけ。うわ、かっけえ。こんにちは、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 兄貴、兄貴が2人いる。T が兄貴が2人いる。史実ではたった1台で何十両もの戦車を破壊したと言われている伝説の T ガーが、この D 拠点という狭いところに2台もいますぜ。やべえ、俺のなんか小物感やばいんやけど。やべえ、あ、こいつらは D の意思だわ、受け継いでる完全に。任せろ任せろ、兄貴守るわ俺、兄貴守る。こいや、あ、おい、いいね。あ、やべえ、クソ、被弾した。すまれ兄貴、すまれ。一回、やべえ兄貴、助けてくれ兄貴。 OK、 D 取った。一回撤退しよう兄貴、一回盾になってくれ。あなたのその走行力の高さで、うー、一回あなたに隠れて回復する。情報だな、いい拠点で邪魔者が入ってる。厄介だね。クソ、俺たちの兄貴のティーガーが交代しているぞ。私に任せろ、私が行く。ああ、兄貴大丈夫だ、私がサイドから、うん、回って。やつら、クソ、ああ、俺の操作能力がまずい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 、一道にダメージが入って。ああ、やめて兄貴、兄貴助けて、兄貴の元に行く。兄貴、兄貴助けてよ。あ、対空戦車おるやんけ。俺も対空戦車やったらレベル4なんよね、ドイツの。ドイツの対空戦車レベル4なんよ。うわー、兄貴。うわ、ナイス。うわー、修理兄貴も来た。ナイス。修理しないの？乗るんかい。降りるんかい。兄貴、修理して。ありがとう。あー、修理兄貴いるな。助かったわ。大丈夫、大丈夫。こっち4台戦車いるから。うわ、戦車戦や。え、5台いるやんけ。やば、あ、これむっちゃおもろいな、これむっちゃおもろいやんけこれ。はぁ、5台やん、戦車戦やん。どの距離、どのレンジで戦ってんの。 あそこか、目標目の前。1、当たった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 、イエスイエス。うわ、やつ近づいてきてる。あれ、ガンチャーチルじゃねえ、チャーチル関係ないやつね。クソ武器じゃねえか。オッケー、いていていて、修理取れ修理取れ、頼む。くそ、修理取れ、どこ行った、修理取れ、頼む。くそ、修理修理修理、うー、チャーチル関係には絶対やれる俺らなら。修理取れ、頼む。うーん、おら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 、オッケーオッケー、やった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 、あぶねえ、ライフ残り7、修理取れ頼む。くそ、修理取れはいないのか。チャーチル関係には、あいつは枯れる。あいつは雑魚、あいつは四天王の中でも最弱だから、やれるやれる。くそ、やっぱ兄貴の修理優先か。あー、俺も修理来てほしいな。ガンキャリア突っ込んできたで、さすがにもう死んだから、さすがに死んだ、さすがにやられてるっぽいね。うん、ビークルやね、ビークルいた、1名いた。あいつなんだ、ザコだ、ザコザコで、やれるやれる。あれ、ガンキャリアじゃね、やべえ、弾がね、くそ、あー、こんな時に、うわー、やめろー、来るなー、うわー、やめろー、やめてくれー、うわー、やめたー、やだよやだよ、
もうダメか。うわくそ、あと少しなのに。うわくそ、レベル3に上がった。もうここまでだ。兄貴、兄貴助けてくれ。兄貴、うわいや、こんなところで死んでたまるか。やべえ、俺の最後の一踏ん張り、やべえ、やばいぞ。くそくそ、もうダメだ俺は。うわおー、なんかいるやんけ。あー、あいつ、あいつあれだ、おら俺とやろうっていうのかな。やべえ、2台は相手できない。くそがー、俺と勝負しようっつうのか。おいおい、一緒頑張ってこいよ。おい、おら俺と勝負じゃ、裁判じゃ。くそ、2台か、やつは捨ておけ。うーん、オッケーオッケー、もう死ねやろお前。雑魚が、やべ3台だ。全員四輪車やんけ、ふざけんなよお前ら、お前らふざけんなよ。はぁ、視聴者け。割って3台全員四輪やんけ、ふざけんな。声枯れるわ。あー、どうしようかな、なんかねえかな。戦車、戦車湧かないかな。俺も T が行くか、 T が行くか。全然使ったことねえけどこれ、おっそ、足おっそ。は、あー、初期装備はこれだけか。あー、オッケーオッケーオッケー。人体修理みたいな、緊急修理か。で、あとスモーク、うーん、オッケーオッケー。で、機関銃と大砲やね。あ、機関砲、うーん、遅えな。でも旋回できるのはいいね。てかチャーチル関係にはマジでクソじゃねえあれ。じゃあ俺が兄貴になるんや、来いや。見てみえこの T が、見てみえこのかっこよさ。どうや、どうや、かっこよ、かっこよすぎる。全身全身発進する。大丈夫だ、 T が兄貴が到着したから E 拠点絶対取るよ。すでに E 拠点で戦ってる自分の戦車もいる。ここで保証するというわけですね。いいでしょう、目標目の前1。ペー、うーん、俺から逃げれると思ったかな。うん、撃てん、ちらんちらん、当然イエス、1名排除、 OK、 2名排除を確認しました。兄貴こちらにいますね、1匹。うん、どこだ、撃ってきて、なんかあそこら辺いるな。どこだやつは、くそ、見える、すまね兄貴、すまね、一回撤退する。あれやばいな、なんだあれ、こんくらいか、もうちょっと手前やな。いやこれ時短装填がクソ遅い。オッケー、当たった、17。いやめっちゃ遅いな、初期だからかな、クソ遅い。小物が機関はイエース、おらティーガーなめんじゃねえぞ、イギリス軍がドイツなめんな、おらドイツなめてんじゃねえぜ。兄貴行くぞ、いや、やべえ降りてしまった。あー、すまねえすまねえすまねえ。あ、まだいるね小物が。あー、あれガンキャリアじゃねえの、ガンキャリアが生きてんじゃねえよ、おい、ヒャッフー。どうよどうよ、はい、どうですかこれ、これどうですか、やっば、めっちゃ強いな、レベル1やで俺、レベル1のティガーでこの破壊力。ただやっぱり、時短装填がクソ遅い。あそこに戦車1台いる。オーケー、任せろ、目標1、こんぐらいか、偏差。イエス、当たった、ビーグルにダメージ当たった。時短装填、時短装填が遅すぎる、くそ、逃がすなこれ、あ、難しい。ふう、全身全身全身、おいおいおい、見ろ見ろ、イギリス軍が、はは、俺たちにケツを向けて引いておるわ。あー、つえー、やっぱティーガー様だわ、やっぱティーガー様。これレベル4にしたいな、早く。 OK、 1枚排除。もう撃ってきてるやついるね、やべ、うわー、やられた。目標目の前1、撃たーす、よしよし、大丈夫、普通の、いや、あいつだけはやる、あいつだけ、早く、一段撃って、撃って、一段、オッケーオッケーオッケー、やったやった、早く、勝てーな、お前、おらー、勝たー、嘘やろ。
オッケーオッケー、うん、破壊した、オッケー、やばいね、来てる、おーしゃ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 、うー危ない、あー目標目の前1、いやーまた4人駆動か、あいつくそが、俺と勝負するか、おい、イエース1人やった、くそが機動力で、くそ茂みに隠れやがった、やつは絶対倒す、後ろからつついてきてるやつがいるけど構わん、第4リンクのバカが、おら俺ここじゃボケ、おら勝負じゃ、おら負けるかよ、うん、気合だ、気合、イエス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 、気合じゃボケ、絶対絶対絶対、くそくそ死ぬときは一緒さ、うわ誰か助けて、誰か多すぎる、四輪駆動多すぎるって敵、まああれが一番使えるっちゃ使えるもんな、よし前進前進、オーケー村も1、オーケー、やったやったやった、援護する援護する、どこどこ敵、動いて絶え間なく動き続けて援護するから、くそこれただの輸送車両だろ、後ろから撃たれてる、くそこれ以上回転しねえ、前進あるのみだ、俺たちは前進あるのみ、なんだよこの機体、輸送車両、くそせめて砲台でもなんかあれば止まっ、誰も運転していないのか、だー餌や餌餌、輸送車両なんか餌やって、しゃぶち殺してやる、やべえ来た、チャーチル艦キャリアだ、いや待って待って、やれるやれる、艦キャリアだろあれ、うわガンキャリアや、よっしゃ打ち込め、ぶち込め、ぶち込め、よっしゃぶち込め、ぶち込め、やべ後ろから来てる、いやー雑魚が、やっぱり雑魚なんだよお前なんか撤退撤退する、やっぱりあいつは雑魚だったわ正面しか動けねえからやっぱりダメだ、危ねえ V1 振ってきた、危ねえ、ナイス GG 負けたけど GG、あーということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。